今日は上野動物園に来ています。早速ジャイアントパンダさんを見に来ています。今日は平日なんですが、たくさんの人が並んでました。そしてこちらがジャイアントパンダのレイレイちゃんなんですけど、見えてるといえば見えてるしという感じですね。あの木の後ろ側にいるんでほとんど見えないんですよね。皆さんこれで納得してるんですかね。この蒸し暑い中、3、40分並んだ感じですかね。そしてこちらはお目当てのレッサーパンダくんです。レッサーパンダくんはちゃんと起きてくれたのでよかったです。間近にある丸っこい背中が可愛いですね。そして今回は一応お顔の方もちゃんと見えました。ちょっと隣の方が映っちゃいますので、周りにぼかしをかけてありますが、ちゃんとこっち向いてます。とりあえず今日はパンダさんはほとんど見えませんでしたが、レッサーパンダくんが見れればよかったのでこれで OK です。こちらはイノシシさんのように見えるんですが、実際には何かこう難しい名前でした。こちらは動かない鳥で有名なハシビロコウさんですね。今回も彫像のように固まってました。まあこの後ちょっとだけ動くんですけどね。ちょっと今まで上野動物園に行かなかったのはパンダで混雑してると思ってたからです。こちらかなり小さいお猿さんだったんですけど、ちょっと名前が忘れちゃいましたが、とっても小さくて可愛らしいお猿さんです。こちらはマヌルネコさんなんですけど、
ほとんど影しか見えないですね。こちらもとっても小さなネズミさんの一種なんですが、こちらもちょっと正式名称はわかりません。で、こちらはサイさんですね。こちらはキリンさんです。今日は、iPhone 13 Pro だけで撮ってます。 iPhone 13 Pro だけでもズーム倍率3倍なんですが、十分ですね。まあ一応デジカメも持ってったんですけどね。こちらはなんかよくわからない植物です。こちらは多分ハスの花だと思います。先ほどの太い木の周りにたくさん咲いてました。こちらはお父さんのリーディーくんですかね。こちらも後ろ姿しか見えませんでした。で、こちら水浴び中のペンギンさんなんですが、最初周りにお客さんが一人もいなかったんですが、私が行ってスマホを向けていたら出てきてくれました。ちゃんとこっち見てますね。いい子ですね。と、そしたらそれにつられて祈願法からも出てきました。みんないい子ですね。そしてペンギンさんがみんな出てきてくれたと思ったら、それを見た周りのお客さんが集まってきました。あの丸い中はなんか涼しそうでいいですね。こちらはクマさんです。多分マレーグマさんだと思います。まあクマさんもパンダさんもそうですが、今日も蒸し暑かったのでやっぱりみんなぐったりしてますね。で、こちらはトラさんなんですが、2頭は子供だそうなんですが、もう結構大きいですよね。どうせだったら子猫さんみたいな大きさの時に見てみたいですね。
この周りに、周りを囲っているガラスなんですが、ちょっとなんか波打ってるというか、汚れてるというか、ちょっとぼやけちゃうんですよね。最後に白いオウムさんです。こちらは遮るものがないので綺麗に撮れてますね。それではまた。